はい、どうもこんにちは、小川です。今回はデッドバイデイライトの新キラーリージョンについて少し触れていこうと思います。というのもね、私、誠に勝手ながらリージョン縛りで今シーズンランク1に到達することができました。はい、でまあそのね、あの経験を踏まえて少しね、皆さんにリージョンについて解説できたらなというふうに思うんですが、ね、ちょっといかんせん動画撮るのが遅くなってしまって、もうね、多分情報できてるので、まあ今回はね、簡単にざっくり、まあ情報修正が来ると言われてるので、まあ情報修正前のリージョンという感じで皆さんに、まあ今使われてるパークであったりとか、まあ強アドオンなどをね、まあ紹介できたなというふうに思います。はい、というわけで早速おすすめパークの方から紹介していきたいと思います。まず一つ目なんですけど、こちら観察&虐待です。個人的には一番相性のいいパークなんじゃないかなと思ってます。まあ、初手のね、発電機巡回においてあの脅威範囲が減少するということは、少し足の遅いねリージョンにとって生存者に気づかれるのが遅くなるという点で、まあメリットなのかなと思いますし、あとはもちろん視野がね増加するということで、まあこれはもちろんいいことなんですが、やっぱりね、一番ね強烈なのはね、脅威範囲がね伸びるということなのかなと思います。まあ、むしろここだけでも十分リージョンを使う上では欠かせないパークなのかなと思ってます。というのもね、リージョンは基本的にグレンの教本というね能力を使ってね、スパイバーをね追いかけていくんですが、能力使用時に生存者を攻撃すると負荷で負わせることができるんですよ。そして生存者に対してこの負荷でを付与すると、脅威範囲内にいる負荷でを負っていない生存者の位置を知ることができます。もちろんね、単純にね、生存者側に対してあのプレッシャーをねかける範囲がね、あの拡大するということだけではなくてね、まあ、索敵範囲も広がるので、まあ、現環境ではリージョンにとって欠かせないパークなんじゃないかというふうに思ってます。はい、でね、だいぶ長々とね、ちょっともうすごい端的にまとめようと思ったんですけど、やっぱりね、あの話したいことが多いんでどうしても長くなってしまう。というわけで2つ目いきましょう。でまあ2つ目、まあ C 恐怖症なんですけど、まあね、これはリージョンのプレイスタイルに合ってるかなというふうに思います。まあ劇的にまあ遅延できるっていうわけじゃないんですけど、あの負荷でだけ回復して負傷状態までは治療せえへんっていうね、サバイバーがね結構多いので、まあ現環境で刺さってるんじゃないかなというふうに思います。はい、で3つ目のパークなんですけど、知能追跡者です。はい、というわけで、まあ、最後に、おすすめパークということでね、知能追跡者挙げてるんですけども、まあ、これ正直ね、あってもなくてもどっちでもいいと思います。まあ、知能跡をね、見失わんっていう人は、まあ、つけんでいいと思います。僕は、そのランク1まで縛りやってる時は、つけてませんでした。というか、持ってませんでした。で、なんかその後、知能追跡者つけて試してみたんですけど、まあ、確かに、見失いにくい。のは見失いにくいです。めちゃくちゃ濃く残るんで。ただまあ慣れたらなくてもいいかなーって感じですね。はい、そんな感じです。はい、でちなみに僕は、このパーク、この4つのパークでランク1まで到達しました。はい、続いてまあおすすめアドを、まあ1つ紹介したいと思います。まあこれはね、もうね、もう皆さんもご存知だと思うんですけども、まあフランクのミックステープローサスキッドの研究です。正直バカ強いです。うん。あのね、フランクのミックステープが個人的にもうぶっ壊れてると思ってて、これもし情報修正来て、なんだろう、能力ゲージがね、まあ、自動解除されないとかね、あの、すでにもう負傷中の生存者殴ると、まあ、ある程度負荷でがね、短縮された状態になるとか、まあ、そういう風な修正が来るともうこれもぶっ壊れやと思います。はい。まあ、というのもね、これつけてると、まあ、負荷で状態の生存者を大体2撃ぐらいで沈めれます。だから基本的にチェイス判定切って、まあ、タイマー進めながら最後仕留めていくっていうのが、まあ、基本的な、まあ、リージョンの、まあ、チェイスになってると思うんやけど、まあ、フランクのミックステープと刺し傷の研究つけてたら、もう普通にね、あの能力ゲージ貯めながら追っかけていっても十分、まあ、やれると思います。はい、というわけでね、ちょっと話が長くなりすぎて非常に申し訳ないんですけど、おすすめパークと強アドオン紹介させていただきました。でね、最後に、ちょっとね、ランク1になるまで、まあ、ずーっとリージョン使ってきたので、僕がちょっと一言、ちょっと言わせてください。はい、ということでね、まあ、最後に、まあ、プレイ動画行く前に僕からちょっとリージョンいっぱい使ったので、一言。ということで、まあ、ちょっとね、少しだけ語ろうと思うんですけど、まあ、リージョンね、まあ、現環境ではね、まあ、中の上かな。中の上ぐらいだと思います。ただ、アドオン
をこの2つつけてるプラスマップに恵まれれば、まあベスト3入るかなっていうふうに思います。やっぱりね、このアドオンつけてたらもう正直めちゃくちゃ強いです。はい、サバイバーの方もフランクのミックステープついてたら、まあ殴られた時にね、わかると思うんで、そういう時はね、察してください。はい、でリージョンやってて一番嫌やったんが、もうとにかくね、発電機回されること。まあこれは全てのね、キラーにおいて言えることやと思うんやけども、とにかくね、発電機を回してください。で、まあ、C 恐怖症が入ってる時に、まあ、回復するか回復せえへんかっていう判断なんですけど、個人的には、僕個人的には、回復されずに回された方が嫌です。はい。というのもね、もうリージョンね、通電されてからがめっぽう弱くて、今やったら、アドレナリンもあるし、与えられた猶予もあるので、正直ね、通電されちゃうと、もうほぼほぼ逃げられますね。というかもう、キャンプもあんまり通用せえへんし、まあ、僕はね、リージョンはキャンプは弱いと思ってるんで、ガンガンね、切り刻みに行くんですけど、まあ個人的には、まあ発電機がね、2、3個通るまでに1人は絶対殺したいかなというふうに思います。やっぱりそうしないとどんどん数減らしていかないと、リージョンは結構ね、しんどいです。はい、といったね、感じですかね。まあ他にもね、たくさん話したいことあるんですけど、あんまりね、ベラベラと喋ってもね、あんまり楽しくないと思うので、早速ね、プレイ動画の方に移りたいと思います。ちなみにね、初めて僕録画したので、めちゃくちゃ緊張してわけわからへんこと多分言うてると思うんですけど、温かい目で見てください。よろしくお願いします。というわけで、動画の方をどうぞ。あいうえお。あいうえお。おう。おうまいガッドトゥゲーザー。おうまいガッドトゥゲーザー。はい、ということでね、早速対戦やっていきましょう。今回は、リージョンのね、強アドオン2つ持ってきました。刺し傷の研究とフランクのミックステープですね。よろしくお願いします。一応ね、メメントシーンもね、見せれたらなと思ってね、象牙持ってきました。象牙のメメント盛。さあ、やっていきましょう。わー、ちょっと渋いな、そこの破滅が。ま、個人的にここはまあ、そこまで、苦手ではないですけど、結構広いんで、まあ、左右で分かれられて、なんかまあちょこちょこやられたらしんどいなっていう感じですね。まあ、このね、破滅が死ぬ前に、1人通せ、あんちゃうかった。1人通せるか通せないかで、かなり勝率変わるんで、ここは、あ、いた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 。これ惜しいな。どっち行く？これは、惜しい。これはね、一人やっておいて、どんどん感染していきましょう。まあ、こっちのエリアに二人いる、まあ、三人か、コミ倒して。いるってことはでも相当な、材料になります。さあ、これは殴れるね。どういった？いや、向こうにもいるな、これ。破滅側に、一人しかいないって分かっただけでもだいぶ美味しい。いましたね、ジェイク。見えました。オッケー。まあ、リージョンはそこまで小屋のチェイス苦手としないんで、これ追っていきましょう。左かな。これは射程圏内ロックオン。一発は殴れそうだ。一発殴って、もう一発いけるか。近くに生存者いないですね。オッケー。これはね、無難に追っていきましょう。今ね、生存者のタイマー見てもらったらわかるんですけど、めちゃくちゃ減ってるでしょ。これがね、リージョンのね、強アドの力なんですよ。で、これも簡単にダウン取れるんで。はい。これはリージョンペースですね。問題はね、サバイバー側にどれだけね、アドレナリンとかね、ストライクとか、そういうね、強力なパークがついているか。まあ、こっち側にはいないな。さあ、左手の人行きますか。近くいますね。これで見えないね。板にはいかないと。さあ、これは、あ、見失ったか。いや大丈夫だ。さあ、このメーターのヘリ見てください。めちゃくちゃ強いんですよ、ほんまに。これはストライク出せますか。はい、どうぞ。ここ撃たない。撃った。
90来ましたね。いいよ破滅がね。あーいたー、やってくれるねお姉ちゃん。さあどうする、もう一発撃つか。ワンチャン、あー無理だね無理だね、うまい。さあ飛ばない、もう一人いるね。やってるか、一旦発電機切りましょう。発電機切ってで、まだチェイス、おーやられたか。さあ回復してるでしょう、近くでこの辺かな。 OK、 これがねめちゃくちゃ強いんですよ本当に。これに血の追跡者つけると、チュケルトってほぼほぼねもう逃げられないんで、まあ 1V1 はもう最強ですね正直言って。多分近くいるんよなこれ。あれさっきまでいたんやけど、どこ行った。とりあえず蹴りますか。ストライク吐かせたで、ジェイク釣った、まあまあいいんじゃないかな。ただ向こう通電しそうですね。助けさせますか。オッケー。さあ何人いるか。さあ救助、あいたいね。いや2人見えるのは相当おいしいよ。ジェイクの頭がめり込んでた。いた、倒すかな。倒さない、倒さないなら間に合っちまうんだな。オッケー、メグもいますねこれは。さあ今回ねちょっとね僕まだ血の追跡者を取れてなくて、ちょっとね血の跡がちょっと見えにくいんやけども、まあなんとかなるでしょう。あこれやられたか。近くいるんじゃねこれ。あいたいた、オッケーオッケー。もうねこのアドオンはマジで凶暴です。メーターの減りも早いし、不可燃状態で2発殴るとほぼほぼダウン取れるし。近くいるんじゃないかな、いた、こっち来るか。あーどうだ、まだいるか。いやー見逃してしまったな。あ向こう行ったか。うん逃げていったねこれ。助けないのか。はいはいはい、そこ使う感じね。じゃあ割っときましょう。これね助けに行くと思うんですよ。てか1人見えたな、ここにいるな。こっち2人いるな、あいた。とりあえず追いかけますか。殴れますね。でこっちもいるんで追いかけましょう。オッケー、これでこっちのエリアに3人いるはず。さあいっぱいいるな。結構小屋側に逃げるんですよねみんな。いるな、こっちか。これね結構近くにパッていたらすぐ殴っちゃいがちなんですけど、きっちりね教本入れてから殴ってください。うん、オッケー。さあさあさあ、これでバベチーノストップが3つと。おいしいね。向こうの3人かな、1人、この中央に1人来そうやけど、せっかくなんで全髄目指していきましょう。ジェイクがいたね、そこ間に合うかな多分。
もうね、これチェイス判定さえ切ってしまえばほぼ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 です。ほぼほぼで OK。 さあさあさあ、はい、これがね、多分ね、血の追跡者があれば相当見えやすいんですよ。だからね、血の追跡者持ってる方はつけてみてください。まあ、抜くならバメチリかな、破滅なんかなって思いますね。抜くなら、まあ、破滅は結構運要素大きいし、まあぶっちゃけバベチリなくても、まあ標本で深で入れちゃえば近くにいたら見えるんで。さあこれはまだ近くにいるかな。なかなか見つからんな。生存者側が隠密うまいですね。まだ釣ってない人がいるんで見つけておきたい。やべ、ゲップ出そう。あー、耐えた。危ない。さあ回してるね、これ。いた、おっちゃん。おっと、いや、これ倒すな。あー、今殴りたかった、今殴りたかった。一人いるな。これね、すごい範囲広でしょ。でこれがね、観客パワーなんですよ。いや、もうこれはね、もうメーター減ってるんで、ね、ちっこく追いかけましょう。どこにいる？ここ好きだね。ちょっとまずいな。バベチリのトークンが足りてない。一つ追加で欲しい。もうね、ほんと BP 難民なんで大変ですよ。どうしよっかな。座ってるな、その辺で。多分まだ遠くに行ってないはず。いるな。 OKOK、 見つけた。ただ回されちゃってるんで、ちょっとどうしようかな。ボルトいいか、これ。なんか助けに来そうだな、これ。ん？ただこれは OK。 どうした？水いいかな。 OK。 回されちゃうかな、ちょっとあれは。いや、これアドレナリン持ってると相当渋いけど、間に合う。これは、これは間に合う。殴りたい。オッケー、大きいよ。お、助けいかへん感じ。これ助けにいかへん感じですか。多分キングがやってるんで、まあ大体行った場所覚えときながら、こういう感じにして、多分今ね、メグね、回復してるんですよ。 OK、 そろそろ回復終わるかな。キングは多分おそらく持っていけますね、これで。ただメグちゃんに回されちゃうかな。多分メグちゃん回してるね、今。ちょっと全釣り行きたかったけど、今ね、多分ね、全釣り狙うなら、キングを追わずに、あっち、多分ね、自己治療してる人を追うべきでしたね。ただね、ちょっとこっちに、ゲートがあって、もしキング逃がした場合、こっち側でね、2人逃げられてしまうかなっていうので、こういう判断取りました。はい、ということでね、リージョン使ってみたんですけど、やっぱりね、アドオンがね、ものすごい強力。
まあね、冒頭のね、解説でも述べたんですけど、もうほんまにね、この二つあればね、ほぼほぼね、まあ、荷刷りは硬いんじゃないかなと思います。まあちょっとね、サバイバーの方のね、そのアイテム状況とかね、パーク状況によってね、ちょっと異なるんですけども、まあほぼほぼ荷刷り、三刷りは硬いんじゃないかなというふうに思います。はい。で、私ね、平日、休日ともにね、夜かな？夜とかお昼とか、まあ、適当な時間にね、配信してますので、よかったらね、またそちらも遊びに来てください。はい。ということでね、この動画はこれでおしまいです。もしこの動画がね、面白かったと思っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。グッバイ！ See you later!